とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はボスラッシュやっていきたいと思います。最速でいけるこれ。帯電の輝くローブ。これでいきたいと思います。カバンビルドですね。ブラストでもいいかなと思うんですけども、カバンの方が、まあ、火力は出しやすいかな。うん、これでいきます。で、コメントありがとうございます。最初から最後まで見てみたいっていう話がありますので、今日はノンストップでいきたいと思います。多分、いける。うん。まあ、ポーションバリア次第かな。これはポーションバリア続けるのが難しいんで、どうなるかわかりませんけども、行ってみましょう。では、いきますね。矢がある程度溜まってきたら、装備を変えます。矢が溜まってきたら、装備を、ウィンドボーに変えていきますね。あれ？もう他にいないのかい？いるはずなんだけども、敵がいない。雑魚をね、あと倒さないと、湧かない。あー、いる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 、お前か。はい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 。早いね。やっぱこれがね、最速だもんね。一番火力出るのは間違いなくこれ。うん、瞬間火力最強は帯電のこのカバンビルドですね。うん、やっぱどうしてもこれ早いもんね。めっちゃ強いもん。はい、次3はこのスライムだけか。こいつらは時間が経つとね、消えてしまうので特に問題なくいけます。これはね、矢がちょっと足りないかな。矢が若干足りないかもしれない。はいはい、あ、やばいやばい、あぶねえ、いきなり死ぬとこだった。あとどこ？キャプテンはいらない。矢が225本。まあまあまあ出てきてくれ、頼むから。オッケー。ドラ入って、帯電使えばもう全然倒していけるからね。いや、ちょっと待って、厳しい。ちょっと待って、あっぶね。一応流れ込む魂で回復はするんだけどね。うーわ、この、そうかそうか、帯電はね、2体にしか効果がないので、大量に出られるとちょっと、ちょっと厳しい感じにはなりますね。まあ、うまいことちょっと位置取りをやりながら戦っていきましょう。攻撃がね、入り出せばもう全く問題なく倒していけるんで。よっしゃー、 OK。 いや、厳しいか。 OK。 ポーションバリアさえ入ってればね、なんとでも動いていけるんでいいですね。ちょっと矢がないんか。矢が出てきてくれんとちょっと足らんねえ。あ、あったあったあった。こんな感じでちょっとずつ探していこう。で、ここほんと装備出なくていいよ。装備出てもね、別に拾わなくていいから。もう今はタワーさんか黄金じゃないともうほぼ使わないので、いらないしね。8、よし、来てる来てる来てる。これウィンドウに変えればね、もう一気に火力アップするんでいいんだけども、いやー、この感じじゃちょっと無理か。うん、あ、ソウルが溜まってるから無限増殖を一発かませてやれば大丈夫か。あれ、敵がいない。あ、いたいた。次ちょっと増殖していっていいかもしれないですね。はいはい、ここは雑魚ラッシュになってます。あぶねえ、死ぬ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 。流れ込む魂来い。矢がないな。あった、ちょっと増殖しますね。ウィンドボウを装備して1140本。これだけあれば、
多分足りると思う。行きましょう。おい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 、ちょっと待て、厳しい厳しい厳しい。オッケーオッケーオッケー。それでポーションバリアが効いてるうちに倒してしまえ。あーちょっと待て、呪われた召喚者が1体出てる。動きにくいなあ、いつすっげえ速いもんね。オッケーオッケー、ここら辺から打ち込めばいける。オッケー、次エボーか。いやー厳しい。よしオッケーオッケー。動きが若干制限されだすとちょっと厳しいですね。 OK、 流れ込む魂で全然回復していけてる。どこだ、あとはエンチャンターがいて、でここにザコがいる。今11ですね。ちょっと待って、矢がもう800何本になってるよ。これちょっと足らないね。もう一回増殖しないと難しいっぽいっすね。まあいいや、とりあえずもう少し進んでいきましょう。余裕余裕、やっぱこの火力をなめちゃいけないよ。相当速いで、エボーカーがあと2体どこだ。あいたいたいた、姿を見せたら一瞬で倒す。はい、もういない。これなんだ、ちょっと端っことかにね出ないでね、真ん中にがっつり出てきてくれればいいんだけど、端っことかになると分かんないんだよね。なんかすっごいいるじゃんここ。はい、次13、またエボーカーです。いきましょう。ちょっと待って、村人か。ああもうポーションバリア使うの忘れてた。いきます、邪悪な村人ね。お前がいるわけね。これがいるとちょっと動きが制限されるんだよね。はい、もう動けなくなっとるし、いけ。はい、あまた動けない。そんなにね近づいてはないと思うんだけどね。よし、はい、オッケー。こっちか、ちょっと動けないよ。壁があったりする。はい、倒した。残り400切りそう。ちょっとウィードボを使っていくには本当に矢が必要だな。ここもザコラッシュです。エボーカーがいっぱいいます。はい、あこれ余裕だね、もう終わります。で心臓、ここ注意、心臓注意。はい、一体倒した。はい、ここも倒す。あっね、ちょっと見えなくなる見えなくなる。もう一回見えなくなる。よし、行くぞ。どこだ、あ、いたいたいた。はい、倒した。あー、そこも倒、あ、やばいやばいやばい、もう見えないって。あそこ矢があるな。ちょっとここ倒した後に増殖し直します。はい、オッケー。あと1体ぐらいどっかに行くのか。あ、いた。ちょっと増殖し直しますね。矢が全然足りないわ。ちょっとウィンド棒じゃ足りなくなるのでショート棒にしました。うん、ちょっとそれじゃないと矢がすぐ枯渇するんだよね。はい、16。ここは、大釜と、あ、ムーシルムモンスターズか。はい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 。ちょっと待って。それに隠れて、あいつがいるな。エンダーの心臓もいるね。あいつがちょっと隠れてるみたいなので、ちょっと倒しちゃいましょう。どこいる？あ、いたいたいた。こっちの方か。あ、危ねえ。死ぬとこやった。よし、あー見えなくなる。見えなくなるときは壁の近くで待機した方がいいんだよね。よっしゃ、オッケー。はい、次レッドストーンゴーレム地獄。
に隠れて大釜も若干いる。やばいやばい、回復回復、あぶね。どんどん回復して、はい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 、18。ここも同じく大釜ちゃんですね、問題なし。大釜はね、まあちょっと放置してると敵が結構多くなるんで、めんどくさいっちゃめんどくさいんだけど、そんなに HP も高くないし倒せるね。これ普通の武器できたら全然時間かかるからね。はい、次レッドストーンゴーレム地獄がまた来ました。レッドストーンゴーレム余裕、あぶね。ただ攻撃をもらい出すとちょっと面倒になるので、攻撃はもらわないようにしよう。はい、ちょっと矢がこっちらへんあったな。矢は若干なりとも集めながら行こう。上登れないんかい。よし、終わり。これでまだこっち、いや、いないな。あ、ところどころ矢が落ちてる。これだけあれば多分足りるでしょう。あ、いた。わお、ブーシルモンスターだ。いや、レッドストーンの怪物だと、ホースマンが若干いるっていう感じかい。はい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 、お前たちは問題ない、ただのデクの棒だ。はい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 、いくよ。どこいる、まだなんかいそうね。レッドストーンの怪物が多分いると思う。いや、いないか、下か。あ、ザクがいただけだった。あー、やばい。ここはちょっと、ここ厳しいかも。敵が多い。ちょっとポーションバリア使って突っ込みます。 OK、 多いなここ。よっしゃー、あと上か。ちょっと待って、アイテムでもう何も見えなくなってきてたよ。はい、22。何、あー、村人か、嫌だね。近づけなくなるからね、ちょっと嫌なんだ。あー、やばいやばいやばい、危ねえ。動けなくなったかと思った。やばい、これこれ倒す、なんか危ないことが起きそうだった。危ねえ。ポーションバリアでちょっと突っ込みたいな。ここら辺からか。やばい、危ねえ、動けなくなるとこだった。よし、あ、ここにいるのね。はい、倒した。23。あ、動けない、最悪。よかったよかった、動けなくなったけどポーションバリアがあったからなんとか生き残ったね。よし、いや、最後の追い込みがなかなか厳しい。ちょっと周りからやっていこう。周りから徐々に倒していこう。で、それで HP も回復。あー、もうポーションバリアがやっぱり発動しないっていうのが一番厳しい。いくぞ。ポーションバリアさえね、入ればね、何とでもなるのよ。一瞬でこいつらもう殲滅していけるから。ポーションバリア入った俺を舐めるなよ。 OK、 そこにいるんか。ちょっと待って、壁をうまいこと使って、よっしゃ。これあと1回死んだら終わりです。気付けよう。うーん、ポーションバリア、ポーションバリアをなんとか入れたい、入れたいですね。ちょっと周りから徐々に徐々に内側に攻めていきましょう。あぶねえ、あそこ超危険。よし、行くぞ。あ、動けない、動けなくなった、最悪。あ、よかった、ポーションバリアまだ残ってた。もう動けなくなるのもちょっと勘弁して。動けなくなってもうなんだ、トーテム使ってもね、そんな意味ないんだよね。よし、ここは大釜ちゃんだけ倒した。で、こっちも大釜だけか。ん、
次がラストだもんね。大釜が、あ、大釜いて、よっしゃ、あーやばい、最後の最後やばい。あーやばい、危ねえ、あっぶねえ、引っかかった。待って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 、ちょい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 、あー見えないってば。あ、お前もいるんかい。そうだ、いたね。でもお前は一瞬で倒す。あっぶなー、あっぶねえ。なんとかポーションバリアで生き残った。ちょっと待ってよ、これ厳しいな。最後若干厳しいよ。ポーションバリアで最後突っ込んで終わろうか。まあ動けなくなったらもうおしまいです。やっべー、あぶねー、あぶねー、いけ、よし、一体倒した。ここも倒す。あー、もう最後。はい、ということで、難しい方のボスラッシュやってみました。ラストもう少しだったね。ポーションバリアがなかなかね使えないのでちょっと厳しいね。最後にあと1機残していければいけた感じだと思うんですけども、ちょっと難しいですね。火力はあるんだけど。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。